広島市内が表示された駅名標合地駅は広島市朝北区朝町合地に存在した西日本旅客鉄道岡部線の駅である。岡部線非電化区間の廃線に伴い2003年12月1日に廃止された。また JR の特定特殊内制度では当駅までが広島市内であった。開業当時の駅所在地の村名から島式ホーム一面二線を持つ 市場駅であったが、晩年は、南側が撤去され、短式ホームとなっていた。ホームの南側にコンクリート作り、平屋建ての駅舎があったが無人駅であった。駅舎とホームは下り線を渡る通路で結ばれ、ホームの南側に繋がっていた。以下の情報は、広島市統計省及び、広島市西洋欄に基づいたデータである。以上の1日平均乗車人員は、 乗車数と降車数が同じであると仮定し、年度埋葬数を365で割った後で、さらに2で割った値を、小数点第2位で四捨五入。小数点1位の値にしたものである。乗車数グラフ駅前には、広場があった。駅のすぐ南側を国道191号が通り、さらに南側を大田川が流れている。駅の少し東側にある、 の環境で対岸の広島市朝北区朝町9時に渡ることができた。そのあたりには、宇賀ダムや宇賀橋がある。駅と野か橋の間に、国道191号と山形郡豊平町に、通じる広島県道38号、広島豊平線の分岐点がある。ホームが残っているものの、駅舎、線路は撤去され、壁駅側の跡地にコンビニエンスストアが建っている。 ありがとうございます。